こんにちは、東京で美容師をしているひなです。今の季節、湿気が多くてお家でセットしても髪の毛が崩れてしまったりとかする経験たくさんあると思います。今回はそんな時に大活躍するこのコードレスアイロンのリップアイロンの使い方や髪の毛の直し方について紹介していきたいと思います。このリップアイロンは今の時期に欠かせないアイテムになりますので、ぜひ使いこなして素敵な髪の毛をキープできるようにしていきましょう。それでは早速いってみましょう。まずここの跳ねてるところを直していきたいと思います。ポイントの一つ目は、いつもより高めの温度でやってあげてください。でこのアイロンはシルクプレートなので、水蒸気蒸発の発生を抑えてくれるので高い温度でも大丈夫です。アイロンを通す時の髪の毛の量はいつもよりも少なめを意識してあげてください。一度に大量に通してしまうと温度が均等に伝わりにくいので、少し少量でやってあげてください。でゆっくり通してあげてください。さっきと同じで早く通すと熱が均一に伝わらないので、ゆっくりめにしっかり通してあげます。ゆっくり通してあげるとさっきの羽も収まってくれます。前髪も直していきます。で顔周りのこういう少しうねってる毛もゆっくり通していきます。このアイロンはコンパクトでとても持ち運びがしやすいので、バッグの中にも入るサイズなのでとても便利です。ここの側面が丸くなっているので、まっすぐだけではなくカールつけることもできるのでとても便利です。使い終わったら電源を切ってタップをすれば、すぐにカバンにしまえることができます。大きさもこれくらいです。ということで、いかがだったでしょうか。今回紹介したことを参考にして、ぜひこのリップアイロンを使いこなしてみてください。ということで、今回は美容師ひなが解説させていただきました。こちらにインスタのアカウントが出ておりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。またキヌージェ公式チャンネルではこんな感じでヘアケアなどの動画がたくさん載っておりますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。